ハイパーネズミ講なんですよ、これ。ハイパーネズミ講なんですよ。ハイパーネズミ講って理解しちゃってんじゃん。笑う動物って人間しかいないんだよ。わかったうまいな。どうも、ノブロック TV です。本日のゲストはインパルスの板倉くんです。よろしくお願いします。本日の企画はこちら、突っ込まれたよ女たち。さあ、バラエティで芸人から突っ込まれるような面白い人になりたいけど、うまくボケられない悩みに若手女性タレントを呼んで、気持ちよく突っ込まれて持って帰ってもらおうという企画 で前回はトンチカタン森本相手にアイドルがボケまくる。あ、2回目ね。あれでもうファイナルじゃないかっていうぐらいのことやっちゃいましたけどね。やっちゃったんですけど、今回は操られてる方が2回目。あ、なるほど、はい、リピーターですね。リピーターが現れましたということで、今回の挑戦者はこちらの方です。あ、どうも、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。もう見事なお芝居していただいて、あ、操られ方をした、はい、女優の安田乙葉さんです。安田乙葉です、はい、よろしくお願いします。前回ね、ホテイソンの竹に突っ込んでもらってね、はい、はい、女優と転売ヤーをやってます、うん、ダメダメ言ってやってたとしても思いっきりいくことが優しさってこともあるよね。芝居うめえな、本格的なんだ。すごい快感で、でコメントも超快感でした、はい、あの褒めていただいて。あ、マジですか。ありがとうございます。反響は、女優業に支障とか出てなければいい。本当に私も失う勢い、女優の仕事を失う勢いで挑んだんですけど、はい、ありがたいことにたくさん入ってきてるので。あれきっかけでっていう。いや、もうありました、本当に。マジですか、よかった。おかげさまで、はい、ウィンウィンですね。はい、ありがとうございます。じゃあもう今日は思い切り突き進んじゃいますよ。はい、大丈夫ですかね。お願いします。そんな安田さん、多分この新しいツッコミ場が用意されております、はい、今回のツッコミは岸高野の高野くんという。あー、どう。高野は面白くなりたい女性アイドルのオーディション兼悩み相談と伝えてあります、うん、高野は板倉くんがいることは知らないので、安田さんを板倉くんが操って思う存分突っ込まれてもらいましょうということで、では僕は高野くんの店オープニング。これはすごい結構楽しみな。こっちを見て、ね、今回の企画はこちら、第1回バラエティ苦手女子克服オーディション。おー、何言ってんだよって言うんだけど、MC がまだ全然怒ってなかったね。そうです。あれがダメだった、あれだけど売れると思っちゃったんですよ。それでは最初の方、お入りください。こんにちは。あ、大丈夫ですか。あ、すいません、黄色だったんで。あ、すいません、あの黄色だったんで、行こうかどうか迷っちゃいました。なんか行こうかどうか迷っちゃいました。あ、信号でね。黄色でね。苦手なんですよね、はい、バラエティーがね。あの、ボケるの苦手です。ボケるの苦手なんですね。でも黄色いジャケット着る人もっと苦手です。よろしくお願いします。でも、あの黄色のジャケット着る人もっと苦手です。めっちゃいじってくんじゃねえ。黄色いジャケット苦手、ダンディさんにも謝れよ。ダンディさん、ごめんなさい。ダンディさん、ごめんなさい。ダンディさんには謝らなくていいよ。いや、お前謝る。ちょっと、すみません、一旦座りましょう。ね。ゲッツやってくれたら座ります。座ってください。じゃあ、ゲッツやってくれたら座ります。だから、あなたオーディション受ける人でしょ。え、ゲッツできないのに黄色いジャケット着てるんですか。え、ゲッツできないのに黄色いジャケット着てるんですか。うまいな、すご、逆にすご。え、逆にすご。いや、できますけどね。ゲッツは別に。じゃあ、いいですか。ゲッツ。あ、抜く方のね。あ、抜く方のね。抜く方のねじゃねえよ。本家も意外とこんなもんだ。ちょ、座ってよ。座りましょう。話聞かないと。座りましょう。座りましょう。座りましょう。座れよ。座ってよ。座ってください。先。先に座ってください。じゃあ。じゃあ先に座ってください。じゃあって何なんだよマジで。座りますから、じゃあ座ってくださいよ。じゃあもう、じゃあもう立っててくださいよ。え、じゃあもう立っててくださいよ。座りましょう、座りましょう。俺は座りてえんだよ。おい、ここで座るんかい。本当にわからない。大丈夫ですか、お話できます。
今のうるさかったですけど、今のうるさかったですけど、80デシベルありました、ね、80デシベルありました。私分かるんですよ、工事現場と。これは工事現場と同じデシベル。今僕の声があなたが、あなたが、あなたの存在が、あなたの存在が俺の存在がうるせえの存在がデシベル的にうるせえの初めてって大丈夫ですか。じゃあ、じゃあまず自分で考える。聞くなスタッフにこなれた感出すな。いや、こなれた感出すなよ。お、こなれた感だったんだ今の。俺はなんかあなたがちょっとおかしくなっちゃってるかなと思ったから、あ、一旦これ大丈夫ですか皆さんってこと。言い訳だけは一流だな。もう言い訳だけは一流だな。ちょっとこいつなんだ大丈夫ですか。じゃあ質問していきますよ。OK です、よろしくお願いします。 OK です、よろしくお願いします。で急に可愛い、ね、お名前からじゃあお願いします。安田乙葉です。はい、みんなからは、みんなからは安田大サーカスって呼ばれてます。安田大サーカスって呼ばれてます。みんなって誰だよそんなこと言うやつだからその本名より長くなっとるやないかいって、なんか本名より長くなっとるやないかいって言いたくもなりますよ。言いたくもなりますよ。面白くねえよなんだそれ。おいくつですか年齢。いつもニコニコ22歳です。いつもニコニコ22歳です。面白くねえよそういうの普段は何されてるんですか。あ、泣くなよ先生今日、なんで今日ここに来たら、ここに来たらどんなつまらないボケも、どんなつまらないボケも面白くしてくれるって聞いて来たんです。面白くしてくれるって聞いて来たんですよ。なのにつまんないって、なのにつまんないってごめんなさい。23歳になったら使えないし、23歳になったら使えないしいいだろそんな大層に言うなよ。取り乱してごめんなちゃい。取り乱してごめんなちゃい。怖いってさすがプロ大丈夫ですか。プロの芝居普段何されてる方なんですか。片手間に女優やってます。片手間に女優やってます。なめんなよマジでバラエティで行きたいってことですか。じゃあ、いや、金が腐るほどあるんで腐るほどあるんで。なんでですか。なんで金が腐るほどあるの。会社やってんすよ。いや、会社やってんすよ。出てくんなよマジで。可愛くね。浄水器売ってる。いやいや、浄水器売ってるんですけどね。え、だから高野さんも買いません。え、高野さんも買いません。絶対買わないよ。浄水器売ってんの。買ってくださいよ。で高野さんが他の誰か、で、あの高野さんが他の相方さんに売ったとするじゃないですか。10万するんですけどね。え、10万するんですけどね。そのうち5万円が、そのうち5万円が高野さんに入ってきます。ネズミ講だよそれそれネズミ講って言ってやっちゃいけないのね。進めてもいけないし正しい。早い本当に心からやめた方がいいですそれ。お笑い芸人って大抵コンビじゃないですか。大抵コンビ。だから2台売れるんですよ。で、その後輩もコンビじゃないですか。その後輩もコンビじゃないですか。後輩のコンビがいて、うん、ハイパーネズミ校なんですよ。ハイパーネズミ校なんですよ。ハイパーネズミ校って理解しちゃってんじゃん芸人からもうむしり取るなよ。芸人に近づくなよ。その経済力で私に勝てんの。経済力で私に勝てんの。金持ってる。聞いた話で。金持ってんの。え、金持ってんの。金は持ってねえよ。金は持ってねえよ。いくら貯金。貯金ないよ。いや、だから円で答えるのはさすがに円で答えるのはさすがに難しいだろうから。難しいだろうから、そのデシベルで答える。あの、デシベルで答える無理だよそれ何なんだよ。金うるさくねえし何デシベル持ってんの。何デシベル持ってんの。本当にリアルだけど180デシベル違う、何言ってんの。すげえじゃねえかよ。だから180なんてさ有数字じゃねえんだよ。私はお金とか関係なく、私が言ったことで誰かが笑ったら嬉しい。俺もだよ。誰かの笑顔が一番素敵。
そうだよ、分かってんだよ。人間しかいない、人間しかいないの。笑う動物、笑う動物。そうだよ、動物は笑う感情ないんだよ。ねえ聞いて。聞いてるじゃん。人間しかいないんだよ、人間しかいないんだよ。笑う動物、笑う動物。人間しか、アシカとかさ、アシカとかさ、アザラシとかさ、アザラシとかさ、たまに笑ってるみたいな風にさ、たまに笑ってるみたいな風にさ、うん、画像出てきたり、画像出てきたりするじゃん。なんか笑う動物みたいな。あれは笑ってるんじゃないんだって。笑ってるんじゃないんだって。だから聞いて。だから聞いて。人間しかいないんだよ。人間しかいないんだよ。分かったよ。無駄な演技力。ちょっと立ち上がって歩きながら喋りましょう。いろんな動物がいる。いろんな動物がいる。鳥もいる。鳥もいる。猿もいる。猿もいる。犬も猫も。犬も猫も。ライオンも。ライオンも。シマウマも。シマウマも。でもその中で、でもその中で、笑う動物って、笑う動物って、で振り返って、人間しかいないんだよ。人間しかいないんだよ。分かった。うまい、うまい。分かったって。分かったの俺。うまいな。説得力がすごい。分かった、俺分かった。それ笑う動物は人間しかいない。今の高野さん見てるとあまりに動物的だなと思う。今の高野さん見てるとあまりに動物的だなって思う。僕が怒りを制御することができるのも人間だけなんだよ。怒りを制御することができるのも人間だけなの。今の高野さんは、今の高野さんはゴリラだよ。ゴリラだよ。ゴリラじゃねえよ。ちぇ、叩いてる。あなたはゴリラです。ゴリラじゃねえよ。道端に、人間だよ。道端にバナナが1本落ちています。バナナが1本落ちています。反対側の道には、反対側の道にはリンゴが1個落ちています。リンゴが1個落ちています。どっちを拾いますか。どっちを拾いますか。バナナ。バナナを選んだあなたは、バナナを選んだあなたはとても親思いですね。とても親思いですね。ゴリラじゃないんかい。ちゃんと心理テストになってた。ちょっと、バナナを選んだあなたはゴリラですか。ゴリラじゃないんかい。ゴリラかいよ。俺はもう口でここで用意してたのに。ゴリラじゃないんかい。後ろの一発ギャグのグッズのところに犬かなんかいますよね。ちょっとあんまフラフラしないでもらっていいですか。話聞くから。知ってました。知ってました。なんだよ。怒るのって、怒るのって怖いからなんだよ。怖いからなんだよ。怖がってるってこと。怖いから怒るの。そう、恐怖から来るの。マジで恐怖から来るの、怒りって、うん、だから大声を出すの。だから大声を出すの。自分のツッコミのワードに、自分のツッコミのワードにあまり自信が持てないから、あまり自信が持てないから、ボコボコにすんぞマジで。大丈夫。え、大丈夫。もう大声出してるよ。いや、もう大声出さなくていいから。バカにされてるからそれするんだよ。誰もバカにしてないからね。誰もバカにしてないからね。ルル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 つってルルルルルだから、ルル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 かわいそうな、かわいそうな、かわいそうな動物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 がいます。コンコンコン、ここ大丈夫だよ。ここ大丈夫だよ。大声出さなくていいよ。怯えなくていいよ。怯えなくていいよ。誰もバカにしてないよ。コンコン、キツネかな。かな、キツネかな。コンコンって言ってるから、キツネ、コンコン、キツネかな。キツネ、コンコン、キツネさんだ。キツネさんだ。名前をつけなきゃ。名前をつけなきゃ。そうだな、そうだな。キツネだから、どうしようかな。どうしよう、どうしようかな。きついな。いや、きついな。どうしよう。マジでどうしよう。キツネだから。え、マジでどうしよう。キツネだから。うん、キツネでしょ。え、キツネでしょ。何でもいいよ。何なんだよこいつマジで。じゃあもう一回、じゃあもう一回やらして。もう一回やらして。わかった。名前つけてくれんの。うん。名前つけるから。名前つけるから。ちゃんと突っ込んでほしい。ちゃんと突っ込んでほしいです。
はい。ルル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 コンコンコン。これはやってくれ。コンコンコン。これやってくれ。あ、キツネだ。キツネ。名前をつけよう。名前をつけよう。キツネだから。キツネだから。で、一人ぼっちだった。一人ぼっちだったから。ザ・ロンリー・フォックス。ザ・ロンリー・フォックス。だから難しいんだよ。なんザ・ロンリー・フォックスって。ちゃんと突っ込んで欲しかった。ザ・ロンリー・フォックスって。ちゃんと突っ込んで欲しかったな。何が正解なんだ今何を求めたんだよザ・ロンリー・フォックスって言った後英語かいとかそういうことほら怒ってるもんほら怒ってるもん怒らないでいや怒らないでいいいいだ怒んないよ頑張るのは面白いです岸高野は面白いですただありがとうただ、うん、高野さんが高野さんがもう一個もう一個優しいツッコミを覚えたら優しいツッコミを覚えたらもっと上もっと上に行くって私は思いますじゃあもう分かりましたじゃあもう分かりました高野さんの切れるツッコミがあの面白いのは分かってますで十分いただきましたでも十分いただきましたなので優しくツッコむのをなので優しくツッコむのをここからやっていきましょうここからやっていきましょうレッスン1レッスン1すごい上手いなネイティブすごいな酒倒してんの極視上切れるの禁止ですからねここからは切れるの禁止ですからねここからはい、あなたは将来どんな風になりたいんですか将来どうなりたいんだろうな将来どうなりたいんだろうな映画とか出たいとかそういうことですか女優さんになりたいっていうか、うん、どうなりたいんだろうどうなりたいんだろうバーかここ、うん、どうなりたいんだろうだバーのマスターじゃねえよ俺強いやつ強いやつ出してバーじゃねえかよねえん今日あたいマスターでもいいかもマスターでもいいかもあ、なんで抱けそうじゃねえかよ抱けそうじゃねえかよマスターでそんなことしたら私とマスターの関係崩れちゃうもんね私とマスターの関係崩れちゃうもんねあるよそんなことあ、そうですかって言って俺ははにかんでグラスを拭くばっかりだよって言ってまあこうやってマスターに聞いてもらって楽になるっていう繰り返しじゃマスターに聞いてもらって楽になるっていう繰り返しじゃ私も成長しないよね自分で悩みを解決できる女になるまで ここ飲みに来ないここ飲みに来ない一回吐けましょうじゃあねマスターじゃあねマスターマスターじゃねえよどこ行くんだよお客さんお客さんじゃねえ入ってきて1年後って1年後ほら来た久しぶりマスター久しぶりまだお店順調え、まだお店順調あ、まあぼちぼちやらせてよかったよかった私キープしてるやつえ、私キープしてるやつもうないかあもうないか1年も経っちゃったもんね1年も経っちゃったもんねこれですよねマスターずっと撮ってありましたあなたのことをずっと待っていましたありがとうマスター飲み方はありがとうマスターでもねもう遅いの遅いのえ好きな人ができてその人と結婚することになった今日は僕のおごりですねえマスター最後だからねえマスター最後だからマスターの笑顔が見たい笑って笑顔が見たい笑って送り出して笑って送り出しておめでとうって笑顔で言っておめでとうって笑顔で言って
おめでとうございます。ありがとうマスター、不器用な笑顔。ありがとうマスター、不器用な笑顔。でも笑うのって、でも笑うのって人間だけなんだよ。人間だけなんだよ。もういいよ。終了。もういいよ。素晴らしかったです。素晴らしかったよ。マジで素晴らしかったよ。素晴らしかったです。何なんですか。素晴らしかったよ。あれがもうマスターがマジで素晴らしかったから、うん、素晴らしかったから。マスターが素晴らしかったんだ。だから1個見っかったんだよ本当に、うん、大きな声のツッコミとマスター見っけた。だそれもう共存できるかな。これでもう突っ込まれる快感をね。はい、ほんそれもともとは本当にバラエティ苦手だから突っ込まれたいけど怖いから板倉がやつってくるんですよ。それは本当なんかい。はい、でどうでした。もうすごい快感でちょっとやめられないなって思いました。あいい子だから。いい子だからってなんすか。マスターで、じゃあ今日の感想いつも。また呼んでください。いや、うまいんだよ。そのうまそうじゃないのに。今日のツッコミしかなくて単調ってのは板倉から。おお。え、嫌なこと言うなよ。あ、よくたまに先輩とかに言われる、嫌なこと言ってくると思って。